どうぞ。あ、市民です。普通に市民でした。でもこういうの言えないのかな。はーい、市民でーす。普通の平和を手に入れました。え、これは何でしょう。もう完全に良心的な人じゃないよね。食べられてしまったのは。はい、リスの皆さん、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はアイリスの皆さんが昔よくやっていたという人狼ゲームを一度やっていただこうと。あ、もう、はい、久々やね。まあ、アイリスの中での、まあ、騙し騙され、あら、これをちょっと見ていきたいなと思ってわかりました。はい、やってみよう。ではカードを取っていただいて、見える瞬間のみんなの顔、配役を皆さん確認してください。どうぞ。ああ、なるほどね。へえ、そうですか。はい、なるほど、なるほど。大丈夫でしょうか。それではいきます。よーい、スタート。特にもうね、何も、誰だ誰だ。まあ、じゃあ言うわ。普通に市民でした。うん、普通に市民でした。市民でした。マジで。でもこういうの言うのもあれ。マジで市民だったから、あ、なんかつまんなかったなと思って。ゆきちゃんは昔やった時は市民だったら市民ですって言ってました。あ、今はよう分かってる。純粋さを失っているから。いや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 、ちょっと大人になっちゃった。テクを使ってきてる可能性が。どうですか。市民です。怪しい。怪しいよね。やだ。何今の。市民です。え、何ですか。私市民です。ちょっと怪しいよね。え、マジで市民です。ゆみちゃん嘘上手だから。ちょやめてよ。よく、しかもよく分かってないってのが逆に強い。確かに。え、人狼ですか。はい、市民。人狼ですかって聞き方。まあ予想ですね、ここは。うん、まあ、でもね、分からん。からん。予言者に頼るしかない。そうだね。うん、当てに行ってくれ。当てに行ってくれるよね。夜になったので、まずは預言者が動き出します。預言者の方、静かに目を開けてください。おっ、あ、ちょっとあの動きの音が聞こえないんで、ね、はい、預言をしたい人一人選んでください。ペロ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 、音で分かっちゃいそう。あ、動きのやつ、そうそう、はい、はい、続きまして人狼の方、目を覚ましてください。あー、ペロ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 。人狼の方、1日目に食べる方、はい、閉まりました。朝になりました。食べられてしまったのは山北さんです。食べ頃ボディだからさ。今食べ頃ですからね。食べ頃だから。なるほど。そうだったか。さき様が預言者じゃないことになるな。預言者いますか？ね。え、あれ？いや、嘘でしょ。マジで？誰が違うかもさ。そうだよね。預言者だったら絶対はいって言うと思うんだよね。イエスかノーができるもんね。うん。そろそろ。本当に預言者だったんじゃないの？市民はさ。ねえ、待ってよ。でも姫は多分なんかもうさ人狼じゃない。あ、私は人狼。なぜかというと、まあ預言者じゃないっていうの分かるの。すっごい喋ってたから、喋りながらなんかペロペロペロ言ってたから、あのペロペロもあんまり動きながらできないんじゃないかなって思って、どっちかかなーって。でもなんかゆうきちゃんが、ゆうきちゃんをね、確実に省いて、うん、私もなんかゆうきちゃんなんだろうなってすごい思ってるよ。マジで市民なんだよね。え、なんかわかんない、わかんないけど、占い者が起きてる時は結構声出してたのに、人道を開けてくださいになった瞬間にゆみちゃんのペロペロしてる。なんか、あ、これ声でバレるなって思っちゃって、あ、みんな面白くするために黙ってみたんだよね。なんかそうそう、その預言者タイムの時にミュータがピョってなんか言って、あ、ミュータは預言者じゃないなだけは分かって、ヒビも預言者じゃないと思う。この辺はずっと喋ってたから、なんか、うん、もうミュータだったら、ミュータは上手いから、うん、
分からんから分かんない、分かんない、正直全然分かんない、分かんない。そう、私もなんかちょっとあの挙動が単純にうんっていうのがあったからっていう理由で、もうでもそれって弁明できない。そうそうだよね、難しい、うん、本当に分かんない、うん、私から言うことは私を選んだら後悔しますよ、以上。本当に市民なんて最初からずっと楽しそうなんだよね。いやー、後悔します、本当に、本当に、本当にゆうきちゃん信じればよかったって言う、言うよ、言う、言うよ、言う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 、あれ待って、わかんない、言うに噛むのやめよ、待って。追放する方を指名していただこうと思います。せーの、ごめん。若井さんが3票ですね。とりあえずみんな後悔するって。鳥山さんが1票ですね。後悔するって。ということで、じゃ追放された方のカードをオープンしていただきます。みんな本当に信じて欲しかったよ。だよね。そうだよね。私市民だよ。ってことを締め締めって思ってやがる。誰だよ。誰だよ。ちょっと待って、わからん。でもこれ次の夜で人狼が一人殺しちゃって終わりだから、はい、もう終わりか、人狼の勝ち、人狼の、はい、勝ちとなります。絶対に終わる、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 占い師は目を開けてください、うん、誰を指すか、うん、言ってくださいって言ってる時にベイベイとか言ってたけど、自分で自分の口を閉めてるって思ったよ。自分の邪魔でも喋ってたから、あ、2人は違うでしょ、そこで判断したでしょ。ペロ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 で、ここで預言者どっちかなって思った時に、みゆたん殺すのも安易すぎるなと思って、あ、さきちゃん預言者なのかな、本当にもうアホだよ、だってだって、そこで分かるの、え、さきちゃん私占った、で、あのね、ひみ占ったんで、ひみがくれたんだけど、その後、ベイベイとか言う、ごめん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 、その後、セリコだって分かったすぐ、そうだよね、いや、もうひみちゃんさすがの洞察力だったけど、最後ゆきちゃんが、言った方がいいよとか言って噛んでくれた、もう噛まないでよ。はい、それでは目を開けてください、はい、では皆様の方で配られたカードを開けてください、どうぞ。はい、うん、はい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 、ねえ、行ってくるよ、ねえ、それ来てくるじゃん、ダメだよそれ、何しゃべらせてよ。制限時間は3分です。よーい、スタート。どういうこと？喋り出してよ。喋ってないから、今まで。もうこのゲーム、ここにいただけだから、人狼ですか？そうそう、人狼じゃないです。一人だけ異様な。はーい、市民でーす。普通の平和を手に入れました。だから私は絶対殺さないでよ。え、人狼なんじゃないの？絶対殺、あ、そういう風に人言う人が怪しいよ。いやいやいや、マジで違う。また人狼？え、違う違う違う、マジで違う。ランダムだからありえるよ。ありえる。でもマジで違う。ゆうきちゃんって市民だった時、うち市民って言うんだよね。お、え、本当に違う。マジで、マジで。え、本当に本当に後悔するよ、みんな。もうみんな信じてよ。I believe。でもだって市民だよ、私も。なんか趣味で殺させないように仕向けてるようにしか見えないから人狼なのかなと思う。それはさ、どうしてあげようのね、話の内容的にさ。誰だろう。でもゆきちゃんが怪しいです。やめてください、マジで。ゆきちゃん怪しいです。ゆきちゃんが怪しいと思います。夜になりましたので、まずは預言者の方が活動を開始します。預言者の方、目をそっと開けてください。占いたい方を指名してください。人狼の方、そっと目を開けてください。今夜あなたがいただくメンバーは誰ですか？人狼の人に食べられてしまったメンバーを今発表したいと思います。山北さん。叫んなよ、お
ってこの流れもしかして待ってでもさもう完全に良心的な人じゃないよねもう山を殺しちゃおうっていう、まさかのね。いやーやばいな、やばいな。占い師生きてますか？どうですか？占い師ってか予言者か。どうですか？嘘でしょ？また引いたの予言者。ねえ、え、これ。え？こんなこと。予言者は隠れる理由がないから、ね、予言者なら言っちゃってくれてほしい。言っちゃった方がいい。で、誰は市民でも人狼でも。はい。予言者です。ほんと？予言者です。どうしようかな。どうしようかなってどういうこと？当てちゃったんだよな実は当てちゃったんですけど、なんか言わない方が面白いのかな。え、いやいや知るから言ってない。でどうする？じゃあ誰が人狼かって言ってほしいか、誰が市民かって言ってほしいか言って。え、占えるの一人だよ。うん、一人なんだけど、その人が人狼か人狼じゃないか分かってるんだけど、市民を言ってほしいか人狼を当ててほしいか。あ、人狼って言っちゃったんだ。言っちゃう。うん、あ、じゃあ言います。あれ、昨晩私は久保田さんを占いました。うん、久保田さんは人狼でした。そうです。かわいそう。いや、かわいそうな理由。え、うん、本当なの？うん。え？どっちかを信じ、どっちを信じるかはもう二人次第なんで。なんか結城ちゃんの言い方がおかしすぎて意味わかんない。市民を言うか人狼を言うか何をしてるの？人狼ゲーム知らない。じゃなんか怖いそうって何？え、じゃなんか人狼を当て、言っちゃったらなんか、あ、それでじゃそうじゃんってすぐ終わっちゃうのが面白くないのかな。人狼ゲームって当てるゲームだよ。言ってられるなんかね、もう死んじゃうのよ。あ、そうか。じゃあミュータンは人狼じゃないじゃないの？え、人狼でした。人狼だったってことね。人狼でした。残り30秒。ちょっと待って、どうしよう、どうしよう。ちょっと待って、どうしよう、私もよくわかんないです。なんで、いきなり狙われてるのか。ミュータンが人狼じゃない気がしてくるよね、こうなってくると。え、やめてよ、本当にごめん。ちょ、なんか、ごめん、ごめん。いきなり変なこと言われたら、えって。ま、はい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 、どうぞ。信じろ。怖い、怖い、怖い、怖い。命令系。え、何？信じろ。なんで急にそんな落ち着き落ちできるんだよ。では、皆さんの方で追放するメンバーを指さしてください。せーの、ドン。待て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 、本当に信じろ。信じてよ、はい、信じてよ。わかんない。ミュータンでしたもん。そう言えばよかったじゃん、最初に。そう、なんか最初渋ったのがなんでだろう、なんでなんだろうみたいな。すぐ決まっちゃうのが面白くないのかなって思っちゃった。でもそういうゲームだから。うわって絶対人狼にこいつうまくやったなって今心の中で笑ってるよ。悔しいな。後悔しろ。カードオープンしてしてるかもしれない。せーの、はい。うわー、そうだよね。おーい、悔しくない。なんかね、すっきりしないのよ。もう。ってことはもう。うん。はい、まあそうですね。そういうこと。はい。予言者が当たらないよ。やばい、シャリアコの子。それが面白いんだけど。伝説だよね。いや、中立の予言者だよ、それはもう。バッチソン。ある意味面白かったんじゃないですか。いやでも一番どっちかに仕立てあげようと思って、だからどっちかを殺そうかないんだけど、多分ヘマするのはゆうきちゃんだから。結構来るかなって焦ってた。いや、もう人狼の態度だったよ。勝手に自分が人狼やってくれたから。予言者いないなら自分上がっちゃおうっていう人狼だったよね、完全に。反対に心の中で笑われてる。いやー、やってんなね、実は当てちゃったんですけど、なんか言わない方が面白いのかな。じゃあ誰が人狼かって言ってほしいか、誰が市民かって言ってほしいか言って。勝手になんか地獄してくれる。自ら落ちていこう。人狼というルールが分からなくなってきましたね。ちょっと本気で不安になってきてる。泣かないよね。泣かと。ちょっと人間不信になりました。お疲れ、さきさま。お疲れ様。以上、アイリスでした。バイチュッチュー。